このですね、えー、アメリカはですね、高畑宮崎の実力を知らせるためにですね、カリオストの城とようやく完成したカリオストの素人、その後に完成したジャリンコ知恵のですね、字幕版っていうのを作ったんですよ。で、これを藤岡さんはハリドに持ってって、当時のスタッフたち、もしくはハリドの業界人たち、映画作家たち、ついにはですね、アニメーションにあの興味がある人、関心があるテレビのプロデューサーとかに、見せて見せて見せて見せまくったと。上映会はやれまくったんですね。で、その時のアメリカ側のパニックになり方がすごいと。 とにかくそのナインオールドメンはですね、一目見てですね、カレオソの城を見て、これ俺たちが教えることが本当にあるのっていうふうに言ったぐらいですね、<laughs> カレオソの城のレベルが高い。で、偶然ですね、カレオソの城を見ることになったスティ,スティーブン・スピルバークはいまだにですね、俺がカーチェイスシーンを撮らないのはカレオソの城に勝てるはずがないからだって言ってると、全部この時の藤岡さんの、とりあえず相手を選ばない、 社会が原因なんですね。で、後にピクサーをあの作ってですね、まあ、あの大映画監督になりプロデューサーになるジョン・ラセターもこの時にですね、最初はディズニーに入社してアニメーションを作りたいと思ったらですね、この上映会に巻き込まれて見た瞬間に、もう俺は宮崎駿の弟子になるという意味に決めちゃったと。<laughs> 岡田敏夫の切り抜き動画をご視聴いただき、ありがとうございました。他にも岡田敏夫の切り抜き動画を多数揃えておりますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。 概要欄やコメント欄もチェックしてみてください。